よう。おはようございます。天気がいいです。快晴です。梅雨の中休み、うん、すごいね。ね、今日は女神湖にまず向かってます。はい。女神湖の周りが気持ちよさそうだからちょっと散策して。そう、暑いからね、もう、うん、上の方が涼しそうだから、あまりに暑いからちょっと高原に行こうと思って、うん、で散策をして。そう、女神湖の近くでなんかさ、冬に行ったことある歩けるとこがあってね、うんうん、そこに行ってみたいなと思ってるから、そこ行くんだよね。この前八地方に行った時にさ、うんうん、有料のところ入ったでしょ、うんうん、自然園ね。そうそう、すごい良かったから、うん、今日はこの上にある汚染水っていうところかな、入るのに、うん、あのお金かかるんだけど、うんうん、そこもね歩いてみたいなと思って、うんうん、そこに行ってみようと思います。いいね。あれだね、ゴンドラが動いてたらゴンドラで行くんだよね。あ、そうそうそう。で、上にも駐車場があるんだけど、ゴンドラ動いてるときはその上の駐車場が有料になって、うん、ゴンドラが動いてないときは上の駐車場も無料でさせてくれるみたいで、うん、そうだね。今はまだゴンドラ動いてないから、うん、多分。すごいな。すごいね。バラクラがすごい人気だ。あ、今外で。バラだ。バラのさ、そうだ。そうか、バラの時期だ、花だ。今ちょうどそういう時期なんだね。すごいね。うん。しかし暑いな。暑いね。完全に夏だな。うん。やばいもん。暑すぎるの。暑すぎるね。ああ、今度なんか、あれ、これは違うか。すごいね、車。そうだね。え、なんかやってんのかな、イベントでも。ミニガーデンなんとかって書いてあるよ。イベントか、なんか。え、めちゃくちゃ混んでるじゃん、うん、イベントなのかな。なんかやってるね、ちょっと見てみようか、うん、え、すごいよ、お店がいっぱい出てるよ。やった、すごいよ、何これ。駐車場止めれないかもね。だから第二駐車場だったのか。そうだね、そういうことか、うん、すごいね、なんか盛り上がってるね。タイニーガーデンフェスティバル、奥にさ、タイニーガーデンね、うんうんうん、アーバンリサーチがやってるキャンプ場があるじゃん、うんうん、それのフェスみたい。行ってみよう。行ってみようか、うん、すごい、アンケート答えたらワインもらえるって。なんかすごいおしゃれだね。アンケートに答えてもらいました。いました。イエーイ。野草さんっていう お店、茅野市にある。さっきいただいたんだけどね、うん、すごい美味しかった。こういうね、お茶があるんだって。すごいよね。すごく美味しかったよ。で、前ね、これすごいよね。ガラスの里でね、ああ置いてたね。そう、置いてるのを見てちょっと気になってたんだけど、うん、あ、そうですね。そうです。こっちはアーバンリサーチだね、のお店か。行ってみよう。エカルだっけ、イカルだっけ、なんか出してるじゃんね、うん、アウトドア系。行ってみよう、うん、立て品ベースっていうのができたんだね。ビーガンバーガーだって、すごいね。はい、
長野県の食材を利用した食のアンテナショップだって。うん、へえ。嘘なの、流行る。すごいね。三つ星シェフが考えた。そうそうって教えてくれたが最初にあって、ランチの定番があって。お、これすごいじゃん。サラダプレート行こうかな。ねえ。とかがあったり、デザートでディナーコースだって。ディナーコースなんかあるの？ねえ。3000円から4000円だった。へえ。土日だけだったかな？すごいな。これもすごい。ねえ。美味しそう。えのきステーキだよ。あ、すごいね。あ、お酒もいっぱいあるし、ワインすごいいっぱいあるよ、すごい。あ、日本酒も、うん、最高の眺めだね、すごいね、うん、すごいの来たな、美味しそうだね、すごいじゃん。これで1300円とか1400円でしょ、すごいな。トマトのスープだね、見えない。届きます、これ食べちゃおう、うまい。レンコンこんだけ薄切りにしたらいいんだね、うん、ホワイトアスパラかな、ホワイトアスパラガスでしょ、6月だからね、美味しそうだね。サンキュー、どうぞ。美味しい。美味しいよね。うん、あー美味しい。野菜はどうだ。すごい、チャクチャク。スープはどう？トマトのスープだね。うん、トマトのスープ。冷製？うん、あったかいよ。あ、ホットなんだ。へえ。へえ。いいね。この眺めで食べれるっていうのがもう最高だよね。トマトの酸味がちょっといい？来てるから美味しい。じゃあ俺はこっちをいただいていこうかな。美味しそう。スワビトン、スワビトンって言ったかな、ビトンかどういうことだろう、うん、いただく。どう？あ、タレうま。タレ？うん、ソース超うまい。お、やべ、うん、うまいよ。へえ。ポークジンジャーだったっけ、うまいなこれ。あー、じゃあジンジャーがいっぱい入ってるんだ、うん、うん、甘くておいしい。うーん、うん、あ、サラダのお肉もおいしいな。あ、うまいな、この肉も牛肉じゃん。そうそう、牛肉なんだよ、ね、サラダになって。暑いね。ジュース買ってきちゃった。暑い暑い、うん、暑いから涼んでから次に行きましょう、うん、はい、ポータブルエアコン使います。はい、こっちが本体で、うん、軽いな、うん、すごい軽いね。軽いね、 7.4 キロだって。あ、それしかないの。めちゃくちゃ軽い。最近ポータブル電源とかさ持ち運ぶじゃん、うんうんうん、結構まあ10キロは絶対あるから、うんうん、だいぶ軽い。うん、でこっちは専用のバッテリーパックもあって、これがあればもう電源いらずこれで動くので、バッテリーパックの方の重さが 5.5 キロ、うんうん、でこっちが 7.4 キロ、うん、だから足しても13キロぐらい。お、結構軽いね。いいね、うん、1000ワットアワーのポタ電ぐらい、うんうんうん、じゃあ早速つないでみる、うん、さあつきましょう。はい、汗がすごいね。じゃあこれを反対向けて、結構これ簡単だよ、置いてさ、うん、これだけ。すごいね。ほら、へー、すごい。
重さも13キロだから余裕、うんうん、でここにこの線を刺すと、うん、OK、うん、で上にも上にもこれね、ここのへこみがあるからそれを合わせれば、お、ついた、もうついた、で回しとくと抜けないように、そうそうそう、安全でしょう、うん、ね、でつきました。で赤ランプがついたらスタンバイで、これは前が家庭用エアコンでいう室内にあるエアコン部分、うんうん、でこの後ろの部分に家庭用エアコンでいう室外機がついてるタイプなのね、うん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 、だからここが室外機なんだけど、後ろが、うん、で優秀なのがここが室外機の、うん、あの空気の循環ここでできるの、うんうん、吸って吐くだと思うんだけど、うん、外の空気吸って熱い空気をここから出すから、うんうんうん、ここからダクトを出してやって外に出して排気してやったら車の中が熱くならない。なるほど、うん、で空気を外にこう出すでしょ、うん、でよくさスポットクーラーとかだとそういうダクターついてて、うん、外に排気できるんだけど、うん、そうするとどん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 空気が外だ、熱い空気は外出すけど、うん、そうするとこの車の中の空気自体がさ少なくなってくじゃん、イメージ的には、うんうん、だから外の熱い空気がどっからか吸われちゃうわけ、うん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 、外の空気もここに入れてやる、うんうん、でここだけで循環させてやらないと車の中が冷えないから、それをしないとダメで、まあ、熱い空気がどんどん入ってきちゃう、そう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 、うん、だからこういうねこれがあるから、おこれをつけてやって室外機の熱い空気を出して外の空気をここに取り込んで、うんうん、ここの室外機部分だけを完全に切り離してやるというか、うん、車内に影響が出ないようにしてやるの、うんうん、でこれを多分、おお、これだけ。ワンタッチだね、うん。で、これを外に出してやったらいいと。うんうん、楽ちんでしょう。うん、うん、さ。こんな感じでね。ちょっと出してみようか、そこに。うん、さらに、これがあるから、うん。これも付属してたんだけど。おー、すごいね。あ、なるほどね、これでダクトで、うん、窓開けたらさ虫とかさ、うんうんうん、熱い空気入ってきちゃったら意味ないから、うんうん、これを窓につけて、うん、そっからダクトをやると。なるほど、ちょっと準備します。はい、はい、これでダクトで室外機の熱い空気が片方から出て、もう一個は室外機に取り込む空気をこっちから入れると、うんうん、ここでこういうサイクルを作ってやると。なるほど、うん、そしたら車の中の空気に影響がなくて熱い空気はここで完結するから、おー、そういうこと。早速入れてみます。電源オン、今 28.7。 すごいね、ここに温度出るんだね、うん、で今強力モードっていうやつ、うんうんうん、うわすごい、どんどん下がっていくじゃん。どんどん下がってきたすごいね、うん、まだ入れて1分ぐらいなのにね、うん、でボタンがここ何個かあって、うん、一番左が扇風機モード、うん、でここ今ついてるのがターボだね、強力モード。ほー、でその次が冷房モードね、うんうん、でその次が睡眠モード、うん、これがだから多分静かな運転だと思うんだけど、うん、で一番右が照明、照明、あおすごいじゃん、いいね、便利だね、うん、絶対吹き出し口さ自分たちの方に向いてんだからさ、うんうんうん、ライトもあるといいね、いいね、うん、結構いい感じのライトだ、反応がいい、おーすごい、うん、で温度計も真ん中についてて、うんうん、で吹き出し口の温度だから、うんね、この上の電源モードのところに風速を調整するのがある、うーん、はい、これでマックスです。いやしかし静かだなこれ、何めちゃくちゃ静かじゃん、すごい静かだねこれ。コンプレッサー動いてるはずなんだけどね、わすごいじゃん、もう21度、どんどん冷える、すごいね、すごい。ちょっと 前がさすげえさエンジンの熱がこもってるから、うん、ちょっと前だけ封しちゃおうか、うん、あそうそう忘れてたんだけど、これねあとこれはドレインがね結構出るから、ここにドレインのさ字があるから後ろにね、うん、一応外に排気なんだけど、うん、排水なんだけど、あ今ペットボトルに向けたのか、まあ、とりあえずペットボトルに入れといて、うんうん、いやだいぶ冷えてきたじゃん、だいぶ冷えてきたよ。でね、この口はね、こう動かせるんだけど、うんうん、あ、動くんだ、そうそう、左右には触れないから、うん、じゃあ
上下ね。そうそう。でそれ用にこのダクトもついてるから。あ、すごい大きな。そうそう。ここに黒いキャップがあるから、そのまま外してこのキャップをネジを入れてあげたらいいんだけど。うん。そしたらこうやってつく。こんな感じでつけれる。うん。そしたら。はあ、ずるい。涼しい。あ、超涼しい。あ、すごい。もう21度まで下がってきた。ちょっと涼しくなってきたもんな。すごい風がね、冷たくなってきたよ。開始5分ってたから。そうだね、5分ってたから。あ、すごいじゃん。すごいじゃん。なんせ小さいからな。コンパクトで静かで、すごい持ち運びしやすいじゃん。そうそう、持ち運びしやすくて、うん、でこのバッテリーがついてるからどこでもできるし。そうだね、うん、これ今日車中泊で使おうと思ってるけどさ、うん、車の中で、うん、こんだけコンパクトで持ち運びができてさ、うん、しかも音がめちゃくちゃ静かじゃん。そうだよ ね、すごい静か。だって扇風機の音ぐらいじゃん。ほんとほんと。そうなの、ね、ポータブルバッテリーをさ、うん、あの強い電源で使った時の方がファンの音がうるさいかもしれないぐらい静かじゃん、これ。そうだね、うん、だそれで行くとこれ、キャンプでもいいね、テントの中とか。確かに、うん、迷惑ならないもんね。ならない、これなら絶対ならない。うん、すごいね、これ。結構冷えてるもん。すごいよ、もうだってさっき最初がさ、29度とかだったじゃん、うん、冷え出し温度が。だいぶ冷えてきた。ねえ、すごい涼しい。うん、ああ、涼しくなってきた。涼しくなってきた。中もね、2度ぐらいは下がった、温度が。結構後ろの方涼しいもん。吹き出し温度が今 20.8 度ぐらいでしょ。で排気がね、うん、何度？外に吐き出してるのが47度で、外気の取り込みが33度。うーん、外が33度ぐらいあるってことだよね、これ。そうだね。なあ、すごいな、そんな暑いんだ。すごくない？ねえ。あ、そうだね、これほら47度の33度で、これの、冷房能力が 700W。 うん、うん、だから消費電力じゃなくて冷房能力として 700W で、うん、で消費電力はめちゃめちゃ小さくて 240W、うん、結構すごいよね。ちっちゃなポータブル電源でも動かせるっぽいんだよな。あ、ちょっとやってみると、ちょうど今日ちっちゃなさ、うん、400Wh ぐらいのちっちゃなポータブル持ってるから、うん、それでちょっと試しに動かしてみようかな。やってみようか。うん、停止。おお、止まった。専用のバッテリーをね、今外してるんだけど、うん、その場合の動かし方ちょっとやろうと思うんだけど、うん、で専用のバッテリーなかったら 7.4 キロだからさらに軽くて、でこれ消費電力がめちゃくちゃ小さいのと、うんうん、あと起電力もすごい低いの、うん、多分こんくらいの、こんなめちゃくちゃ小さいじゃんこれ、うん、400Wh なんだけど、うんうん、これでちょっとやってみようかな。でも線はさっきのね、あの専用バッテリーつなぐところの、うん、あの口に刺すだけ。なるほど。お、ついた。ついたついた。で、このアダプターを介して専用バッテリーの充電ももちろんできるから。うん。GO! 電源マックス。はい。5秒マックス。ここ見といて。ほら。小さいでしょ？うん。全然大きくならないと思う、多分。で、まだこれね、コンプレッサーが動いてないと思うんだけど、コンプレッサー動いても多分そんな大きくならないと思う。ほら。ちょっとずつ上がっていくでしょ、うん、普通さ、ボンって一瞬高く上がるのがね、エアコンなんかだとそうなんだけど、うんうん、ちょっとずつちょっとずつ上がってってくれるから、うん、だいぶ運転の仕方が優しいというかさ、うん、ちょっとずつしか上がっていかないはず。本当だね。すごいでしょ、うん、すごい。210までいった。始動してどんくらいかな、 3,4 分ってところ、5分弱くらいだね。5分弱くらいで、うん、だいたいマックスの 240W まで上がってきた、うん、うん、ちょっとお休みモードでさ、うん、どれぐらい省エネになるかみたいな、うん、実際ね、テントとかだったらお休みモードでいいじゃん。こんなビュービュー風出てなくていいから、うん、すごいからさ、風の力。お休みモードに行きます。ピッ。どんくらいで動くんだろう。100W ぐらいで動くのかな。もう150から170ぐらいになったね、うんうん、だいぶ小さいよ。お、なんか
っぱイベント始まったね。ねえ、よし、じゃ行きますか。みんな軽くて、ほんと軽いしコンパクトだな、なんせこれで済むんだもん。軽い軽い、めちゃくちゃ軽い。ほんの30分で結構こんなに溜まった、ね、すごいね、うん、すごい。だから除湿のさ、パワーがすごいってこと、うんうん、そういうことだね。今日湿度まだ 45% だから、それでもこんだけ溜まるから、うん、多分すごいと思うよ。確かに、ね、うん、いや美味しかったね。美味しかった。イベントもすごいな、盛り上がってるね。盛り上がってるね。ね、さすがアーバンリサーチだけあっておしゃれだな。うん、ね、ほんと、うん、無料のワインもいっぱいもらったし、ね、2本ももらったし、マジックソープももらっちゃったし、すごいよな、試供品だな。あうん、なんか女神湖行ったりさする予定が、うん、蓼科湖でずいぶんのんびりしちゃった。うん、ね、ご飯も蓼科湖で食べちゃったから。食べちゃったね。美味しかったな。だけどなあ、あのサラダすごくいいじゃん。すごいね、あのサラダのボリュームは本当に、うん、緑が気持ちいいよ。すごいもん。もうでも結構濃くなってきたね。そうだね、緑が、うん、お、何何、すごいじゃん。すごいね、めちゃくちゃ水湧いてるじゃん。飲めんじゃないのこれ。あ、ここにもなんかあるよ。あれ何これ、水汲めんのかな。ね、なんか汲めそうだね。女の髪、氷水、女神じゃん、女の髪。あ、女神の氷水かじゃない、でも女のってなってたよ。あ、ほんと、多分女の、何なんだろう、飲めんのかな、飲めんのかな、分かんないな、うん、なんだなんだ、絶景スポットか。絶景スポット、ああそうだ、寄ってこう。うん、ここがすごい、すごいね。ねえ、ほんとだほんとだ、あそこ、あそこロープウェイじゃん。え、すごいな。すごいな、ここ白樺高原夕日の丘、全部見えるらしいぞ。あ、本当だ、北アルプスで美しが原で、え、戸隠まで見えんの、妙高まで見えんだ、すごいな。あ、本当だ、前が車山で、あの左奥が御嶽か、すげえなあ。真正面の下が白樺湖だね、それで車山に登ってく道だもんね。そう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 。ではこっちには奥穂とか槍が見えてんだな、すごいね。入ってくらしい。あ、これあれじゃん、スキー場じゃん。そうだ ね, ね、なんかね、7月13日まではゴンドラが動かないみたい。夏休みまではってことにな。うん、ここからね5キロ登るみたい。
5キロ大阪を、だからゴンドラの上まで行けるってことでしょ。そういうこと、ね、すごいよな、うん、2000メーターぐらい行くんじゃない、またそうかな、あちょっと涼しくなるかも、うん、よし、でこね、うん、あ綺麗だね、綺麗だね、これ前スキー行ったとこじゃない、これあこれもうそうなのかな、この道多分ね、うん、クロスカントリーコースだったんでしょ、冬はスキーで下れるっていう、うん、結構ダラダラで疲れちゃうと思うの、面白いじゃん、まあね、でもいいよね、うん、最初が大変なんだよな、あそうそう最初ね、結構登るからさ、うん、30-40分登ったんじゃないかな、もうそのくらい登ったかな、スタートしてはね、うんうん、そろそろ到着っぽいんだけどな、あ下りになったの、あ着いた、おいっぱいいるんだ、じゃあ行ってみましょう、あなんか看板あるじゃん、本当だ、見ていこうかな、うん、ここ道路なんだね、危ないね、危ないね、結構来るんだな、しかも道良かったもんね。そうだね。現在地。あ、いっぱいあるんだ、歩くところが。あ、湿原もあるんだ、好きな。へー。湿原行ってみよっか。いいね。本日駐車場無料です。普段は1000円なんだ。だね。うん。うん、あのゴンドラが動いてる時ね。うん。うん、行ってみよう。はい。6時から16時半。行ってみようか、女神のテラス1830、うん、1830m だな、おお、はあ、何が 2000m まで結構あるじゃん、そうか、暑いな、暑いよね、え何だろう、事故かな、八ヶ岳の方ヘリコバーかもね。で、でね、この五泉水の森っていうのがこう広くて、うん、今道がさ、こうあったじゃん、うんうん、車道が。で、ビジターセンターここでお金払うんだけど、上の方はね、うん、あの登山みたいな感じで、あ、高低差があるって言ってたね。滝があるんだって。へえ。で、今からはこっちの下の方。ここだね。うん、お、すごいじゃん。なんか湿原とかあるみたい、湿原とかあったり、あとテラスがあるっていうから、こっちはね、なんか平らなんだ、ああ、まずテラスを目指すか、なんだろうね、なんだろう、ずっとホバリング、ね、ずっとだもんね、こんな土曜日に物資あげるかな、だってどうだろう、あ、なんか見えてきたじゃん、綺麗だな、すごいじゃん、へえ、わ水も綺麗だ、なんだこれ、なんだこれ、え、どこ行った、あ、ここだ、ここタガメかな、なんだろう、ゲンゴロウか、水が綺麗だね、すごい綺麗、なんか泳いでる、だから濁ってるかと思ったら、お魚もいるじゃない、ちっちゃな、なんだろう、あっちだってテラスは、行ってみよっか、すごいじゃんこれ、すごいね、綺麗だね、すごい気持ちいいな、すごいじゃん、あ、見えてきた、着いた着いた、立品牧場って言うんだ、立品牧場、ゴンドラ牧場なのね、え、すごいじゃん、テラスに着いた、すごい眺めじゃん、へへへ、わ、本当だ、すごいね、
いや気持ちいいじゃん。真正面にさ、大賀島が見えてる。ああ本当だ。すごいね。本当だ、あれ大賀島だね、真正面。で下には女神湖が見えて、奥にはあれは上高地かな。上高地の方かな。だよね。いや最高じゃんここ。ねえ、こっちも行けるみたい、うん、気持ちいい ね、 ね、 えねえ、日差しは強いけど木陰はちょっと涼しいじゃん。そうだね、ねえ、水は綺麗だね。綺麗だね。すごいじゃん。いや気持ちいいね、最高です。うん、左折湿原桟橋案内図。あ、今ここ、あ、いっぱいあるんだ。右の方行ってみる。右から大きく回ろうか、うん、ね、うわ苔が出てきたじゃん、すげえ。うわー、
わあ、鹿じゃん。すごいね。ガサガサって言うからね、え、雲出たかと思った。びっくりしちゃった。本当だ。あ、どっか行っちゃった。ああ、帰ってきました。